さんは心の中で生き続ける。まあ RPG の第29回、始まるよ。まずは冷静に陣形を直しまして。前回、デートの死闘の末、カイザードラゴンが覚醒しました。今回はハバルクを追いかけて、大教会の奥へと進行していきます。出てくる敵がアサシンって、これがまともな宗教なわけないだろ。最近アンデッドばかりでしたが、ここからは、普通の人間、が相手です。ただ警備として訓練された信者かも。みんな考えは捨てて全滅しましょう。一方、今の戦闘で、装備変更忘れに気づき、慌てて直す、歴戦の勇者一行様。陰粉の銅のバトンとか、一体いつから装備してたんですかね。ランドもほぼ初期装備ですが、まあデバイここだけだから。ダーククルセイダーはタフで、回復、コスマ砲を操る、上級装備です。しかし、そんな屈強な男たちも、ギガート皇帝の前では猫同然。怒りで鋭さを増したその切っ先、ためらいもなくさして差し上げろ。どうこれ。陰粉の棒も絶好調だぜ。塩化早いっすね。すぐに塩化した時って、塩化早いの？早いの？どっちなの？って思ってたんですが、頻度が高いか、時間が早いかの二択？詳しい方教えてください。デイジーとついでにハバルクも発見。なんでそこで待ってたの？まあ、ダーククルセイダーか、問答無用で気にしてる。ついにハバルクに追いつきました。おうおう逃がさへんぞ。おい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 。礼を悪く言うのは許さんぞ。なんだあの床。この教会を建てた奴は誰だ。わかりやすいスイッチで助かります。デイジー救出成功。あ、すいません。後ろにいます。あーもう忙しい忙しい。この違和感しかない壊れそうな壁。牢屋にいた先輩たちが削ったのかな。ここでランドがパーティーにいないと、イベントが進まず、帰ることになります。デイジーを連れて一旦帰りたい。しかし、今を逃せば次はありません。さっさと悪者を倒し、みんなでファマ村に帰りましょう。ここは同じ敵ばっかり出てきます。もう戦闘はカットでいいかな？風魔の甲は、次のボスの対策装備です。が、知らないとゴミ装備に見えます。もちろんゴミだと思いました。当然装備していません。またしても、128分の1を引き当てました。こんなところで運使わなくていいから。じゃあまたランドで壊しますかね。ハバルクは、どうやって通ったの？移動した方がいいかもしれない。間に合わなくなっても知らんぞー。うわーランドー強い。押し返したはいいものの、さすがのランドも移動はできず。竜たちはシャワシャしてます。でもこれ本当にどうするんだ。結構重いなんて言ってますが、そんなレベルじゃなくない？うん、陰風はそこじゃなくて、せめて竜側に行こうな。ランド。クジラに乗ってからは、あんまり一緒に旅してないけどね。そうは言っても、このまま見捨てるなんてできない。
らいいの。ランド。さすがだよ母ちゃん。ランドの体力、筋力はもう限界。どうする？どうするの？筆が来て対岸まで進めるのかな。
じゃない。どうしてくれんのこれ。あ、戻っても大丈夫なんだ。いやもう大丈夫じゃないんですけど。はい、無事終了。今回は戻れるので戻っていますが、戻れなくても、そのまま送ることで、先ほどの宝箱の部屋に戻れます。いちいち戻るのは面倒なので、間違えたら素直に落ちましょうね。では、パパッとクリアして、早くハバルクの後を追う、な。結局、宝箱は取れませんでした。中身は、グリムブンガーグです。最新部っぽい匂いがプンプンするぜ。おう、ハバルク関連なくしろよ。え？誰？ハバルクじゃないの？なんだこのビーム。中途半端な首振りしやがって。ちょっと HP 確認。ビームは、一発30ダメージです。合体している場合は、解除されないように注意しましょう。最新部映画鎌倉。安全なので、一気に左上を倒しに行きます。
と切れてますね。まあ十分といえば十分ですが。よし、レーディング撃破。あとはリッテランド何やってんだ。老人の HP、半分削ってるじゃねえか。これが竜の必殺だったら、最悪の展開になってましたね。ありがとうリフランちゃん。生まれ変わったら仲間になってね。無事老人を救出できました。カイザードラゴンはまた次の機会に。老人のエネルギーを吸い取る邪神。とんでもない変色化ですね。まだハバルクを見つけてないのに、脱出するしかないのか。言われるままに捕まる犬たち。インペリアルクロス。この時点で、周囲の目的地にゲート村が追加。
回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。